コリエル軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は75,388人であり、2000年の74,978人から0.5%増加した。軍庁所在地はゲイツビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コリエル軍は1854年に設立され、 軍名は開拓者の一人でテキサスレンジャーに入り、開拓者を守っている時にコマンチ族インディアンに殺されたジェームズ・コリエルにちなんで名付けられた。コリエル軍はキリンテンプル・フォート・フット大都市圏に属している。コリエル軍となった地域に住んだ人類の形跡は、紀元前4500まで遡ることができる。その後の時代に、トンカー族、リパン・アパッチ族、カイオワ族、 コマンチ族などのインディアンが地域内に入ってきた。メキシコ統治時代の1824年に一般植民地下法が有効となり、1825年にはコアウイライテハス州の植民地下法により、ロバート・レフトウィッチが開拓者800家族分の土地特許を受けた。この特許については、その後何度か異議申し立てがあったが、土地はスターリング・シー・ロバートソンにちなんで、 ロバートソンコロニーになった。その範囲は現在のテキサス州の軍で言えば30軍にまた上がっていた。ゲーツビルの地にゲーツトリデが設立されると開拓者が地域内に入ってくるようになった。1854年、テキサス州議会がコリエル軍を設立し、軍名はジェームズ・コリエルにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は1057平方マイルであり、このうち陸地1052平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.47%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テキサス州刑事司法省の女性用一般、共生施設8カ所のうち5つの施設がゲーツビル市にある。クリスティーナ・クレイン刑務所、ヒルトップ刑務所、 ドクター・レーン、マレー刑務所及びリンダ・ウッドマン州立高知所は互いに接近して設立されている。女性死刑囚の刑務所であるマウンテンビュー刑務所がゲーツビル市内にある。男性用のアルフレッド・ディ・ヒューズ刑務所もゲーツビル市内にある。マウンテンビュー刑務所は1975年7月に開設され、クレイン刑務所は1980年8月。 ヒルトップ刑務所は1981年11月、ヒューズ刑務所は1990年1月に開設された。マレー刑務所は1995年11月、ウッドマン州立高地署は1997年6月に開設された。1995年、テキサス州の軍の中で刑務所の数では、コリエル軍が3番目である。ありがとうございます。